ちゃん、ネイルちゃんの髪がピンクに。お化粧からネイルまで、ネイルちゃんをおしゃれにしてあげよう。レッツプレイ。昔々あるところにメルちゃんという女の子がいました。メルちゃんはいつもパジャマを着てノイズにこき使われていました。おい、俺様はメルちゃんに家事なんかさせてないぞ。そういう設定だから。しっかり働け。メルちゃんはそんな生活に嫌気がさしていました。勝手なことばっかり言いやがって。設定、そういう設定。ゆりです。そこに一通の招待状が届きました。なになに。今夜お城で舞踏会を開くから来てね。私、お友達が欲しいの。お姫様とお友達になれるチャンスだぜ。お前は連れていかねえぞ。メルちゃんは大変悲しみました。お前は家の掃除でもしてろ。メルちゃんはさらに悲しみました。じゃあ俺様は舞踏会に行ってお姫様と仲良くなってくるぜ。メルちゃんはどうすることもできず、ただただ家事をするばかり。そこに魔法使いのクモリンが来ました。メルちゃん、僕が来たからにはもう大丈夫。なんだっけ。僕が魔法で変身させてあげるだよ。あ、僕が魔法で変身させてあげる。クモリンが出したカバンの中には魔法の道具がいっぱい入っています。これが魔法のパレット、これが魔法のお湯、そしてこれが魔法の杖。メルちゃんを舞踏会に行けるように変身させてあげる。それを聞いたメルちゃんは大喜び。ビビビバビー、ここに魔法の杖をつけて、ビビリバビリ、うん、じゃーん。メルちゃんは自分の手を見てびっくりした後、すごく喜びました。そしてもう片方の手もクモリンに差し出しました。ビビリバビリ、うん、足も貸して。ビビリバビリ、うん、爪がピカピカ。今お顔だよ。杖をパレットにつけて、ね、ホッケーホッケー。なんということでしょう。メルちゃんのお顔がすっかり大人っぽくなりました。メルちゃんかわいい。しかしパジャマでは舞踏会に行けません。それに気がついたメルちゃんは大変落ち込みました。僕に任せて。ビビリバビリ、うー。メルちゃんのパジャマがとってもかわいいドレスに大変身。これにはメルちゃんも大興奮。チッチッチ。これで終わりじゃないよ。まだ最後の仕上げが終わってない。メルちゃんの髪に魔法のお湯をかけると、くもりん、魔法の言葉、ビビリバビリ、うん。あら不思議、メルちゃんの髪がピンク色に。まだまだ、ビビリバビリ、うん。最後の魔法が終わり、メルちゃんは別人に変身しました。しかしこの魔法はどうやら時間が経つと消えてしまうようです。あー、早くしないと魔法が溶けちゃう。メルちゃんはダンスができません。みんながダンスしているのを見て困り果てていました。ねえ君、なんで踊らないの。踊れないの。だったら舞踏会なんて来てんじゃねえよ。そう言われたメルちゃんは大変落ち込みました。お姫様の友達になるのは俺様だぜ。僕だし。お前踊れないなら帰れ。どうやらノイズは変身したメルちゃんに気づいていません。帰れ帰れ。どうしたの。いや、何でもありませんよ。今帰れ帰れって言ってたでしょ。そんなこと言う人たちの友達じゃなくていいわ。あなたこっちに来て。大丈夫だった。素敵なドレスね。それに髪もピンクも。どうして今まであなたのことに気づかなかったのかしら。よかったら私と。するとメルちゃんのメイクや髪がどんどん元に戻っていきます。メルちゃんはお姫様の話を聞かずに逃げてしまいました。今のはあからさますぎない。そんなことより次のセリフ。メルちゃんが逃げたことで舞踏会は終わってしまいました。しかしお姫様はメルちゃんが落としていった靴が気になって仕方ありません。私、彼女とお友達になりたいわ。つくもは靴を手がかりにメルちゃんを探すことを決意しました。次の日の朝、お家に帰ってきたメルちゃんはいつものパジャマ姿でお家の掃除をしていました。なぜか消えなかった靴だけは大切に取ってありました。おい、ここに一つ残すなよ。ノイズは今日も今日とて意地悪です。お前が言わせてるんだろ。しー。そこに来客がやってきました。昨日ぶりね、ノイズ。やってきたのはつくもでした。実はこの靴にぴったり足のアイテムを探しているのよ。そう言ってつくもが出したのはメルちゃんが落とした靴でした。村の人たちが全員違ってね、残りはあなたたちだけなのよ。でも足のサイズを見れば一目瞭然ね。そんなのわかんねえだろ。俺様にも履かせろ。仕方ないわね。ほら、やっぱりね。
そう。次はあなたね。メルちゃんはすんなり靴を履いてみせました。やっと見つけたわ、あなただったのね。でも随分軌道と違うわね。メルちゃんは事情をつくもに話しました。すごいわ、私の魔法使いに可愛くしてもらいたい。でも来てくれるかしら。やば、魔法使いは案外すんなり出てきました。あなたが魔法使いね。私と彼女を素敵にして。まあ、待てよ。ここに魔法の杖をつけて、ビビリバビリブー。ちゃんと爪もきれいにしないとね。ビビリバビリブー。よし、あとは髪の毛だ。ビビリバビリブー。よし、完成。コモリン、ドレスも。ビビリバビリブー。メルちゃん、メイクアップ完成。そうよ、昨日会ったのはこの子よ。コモリン、天才です。魔法使いさん、私もありがとう。とっても気に入ったわ。メルちゃん、この姿で遊びに行きましょう。ちょっと待ってよ。こうしてメルちゃんはお姫様とお友達になり、お姫様の友達になりたいノイズはメルちゃんにも優しくせざるを得ないのでした。めでたしめでたし。クイズタイム。メルちゃんが履いていた靴は何色だったでしょうか。あの靴があったからお姫様とお友達になれたんだよね。そうだ。今日のお絵かき、みゆちゃんに描いてもらったよ。これはサンサン、クモリン、ノイズ、つくも、神になる。僕たちがかっこよくなってる。僕は狼みたいになってる。ノイズはドラゴン、つくもとクモリンも強そう。僕たちに一体何があったんだ。ビービーとソーダおじさんも見てみたいな。みゆちゃん、とっても面白いお絵かきを描いてくれてありがとう。面白いと思ったらグッドボタンを押してね。プチグッドボタン。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。プチベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメントで教えてね。俺どんな遊びしたっけ。プチ